ございます。ございます。ちょっとコンタクト入れよ。すごい。おはよう。今ね、化粧水塗ってます。あー、今日はジャム。私コンタクトなしでさ、キーボード打ったからさ、アットジャム、あぶ、惜しいね。 M で終わっちゃった。アットジャムまでちゃんと入れたつもりだったんですが、アットジャム。やほー、ありがとう、ギフト。今日はなんと工藤理子初めてのアットジャム、嬉しい。おはよう。楽しみ。楽しみます。ありがとう、ギフト。ただいまの湿度
28度。これ暑いよね。室温だ、ありがとう。ただいまの室温28度。すぐ涼しくなるようにつけてみました。湿度、確かに湿度だったら乾燥してることになるよね。はい、室温ありがとう、教えてくれて。眠すぎて眠すぎて、もう本当にテロップは間違えるわ。質をどうとか言ったり、顔のマッサージしてます。ね、眠いよね。おひさまおじさん、佐藤のすけ、パウくん、ありがとう。シルタルキュウさん、タコありがとう。いや眠たいです、私もかなり今日なんか太陽すごい元気。何時に起きたの？8時半からアラームは鳴らしてたよ。もっと寝なきゃ。そっか、シルバーウィークってその3連休なのか。明日はマワループっていうフェスにも出るんですけど、マシャさん、シルダルありがとう。そう、ちょっと心配。
ぞさん、ありがとう。そう、心配。あの、私フェスにいつも出るときって7人あ、6人のバージョンでしかやったことがないんですよ。だからママループの出演メンバーは7人なんですね。だから7人、7ポジあるから、その初めてやる。でもそれでも6人構成をベースに作ってるからいけるんですけど、なんかいつもやったことある曲は、え、何、そのポジション、やったことあるポジションに配属されるんですけど、今回なんか全部そこに配属してもらえなくて。ミオさん、スノー、ありがとう。スノー、ありがとう。シルダル、コンコン、シルダル、ありがとう。まあ昨日はでもだから、え、もう私の他の6人はレッスンしてて多分完璧なんですよ。だから今さらポジションやったあるとこにちょっと直させてくださいっていうのはちょっとできないから、なんかよしって思っ やらなきゃってなってます。私化粧水塗ったんだけど乳液も欲しくて、はあ、頑張ります。オイルサーディンさん、シルダリン、ありがとう。マリもシルダル、ありがとう。トトラファイト、ありがとう。頑張る。そうね、ハルルンさんファイト、ありがとう。トトラもシルダル、ありがとう。なんか頭もすごい若干っていうかかなり痛い。どうしよう、もう今日は調子が悪い。自分を信じて頑張るね。あと今日すごい不思議なスケジュールで、きっと舞台のこともさ頭いっぱいいっぱいなのにさ、多分あ覚えるキャパがオーバーして舞台のこと忘れちゃいそう。今日のスケジュールすごい不思議で、超ね寂しいスケジュールとなっております。まず朝は一人でみんなのところに行かないといけない。そうからの、帰りはまさかのここ
ここに戻れると思いきや広島に帰ります。久々広島です。ついていけないよ。久々広島します。移動耐えきれるか心配。やばいよね。だからまあ、だからなんか一泊分の準備を今からしようかなと思ってて、広島一泊分準備、もうほとんど私使うもの私は耐えられるかしら。着替えしようかな。まず10時ぐらいには終わります。イエイ。終わりますのでお付き合いいただけると。なんかさっきリコチの煽りが好きみたいなコメントがあったの嬉しかった。行動が鈍くなってる。よいしょ。私は今ペンポーチのハサミを
ただいま。今日は昨日買ったばっかの服を着てみました。ありがとう、シルダルたくさん。まあ私はとりあえず目の前のことにあること目の前にあることだけに集中して今までやってきたから、変わらず今も今日はアットジャムに集中、明日は回ループに、終わったら回ループに集中で、回ループ終わったらお稽古に集中。これでいける。なんかいつもやることがたくさんありすぎるとそれだけで頭がこんがらがっちゃうんだけど、整理ができたら勇気。花ちゃん様ファイト、わかる、ありがとう。ケンちゃんありがとう。お、シルダルたくさんありがとね。ミラボもありがとう、いつもありがとう。おっぽさん集中配置。自分はもういつでも出られますっていう身なりになったので、次ちょっとカバン職人をいっぱいしていこうと思うんですけど、こっちのカバンは普段使っているものを、普段のカバン、高雪さんかわいい、ありがとう。ねえ、絶対今日さ暑いよね。しらすさんありがとう。まあ、コンタクトは
まあ、帰ってもあるけど、これは手術台にみんなが乗っているっていう画角です。これからみんな手術される。コバさんありがとう。知るだけ、やば、長袖じゃない方がいいか普通に。まあいい、もうこんなほぼ室内だし。いや暑いか、暑そうだもん、やめておこう。そう、これからみんな手術される。乗ってくれんの優しいんだけど、ラブ。やっと二人魔法を唱えたら、何かの用意ね。そうなの、メガネも入れといた方がいいよね。お薬袋に入れて、麻酔が切れてた、超怖い。想像もしたくないね。9時半にもアラームをかけてる心配症の極みなんです。昨日髪の毛まとめるやつ買ったので、こういうの、そうなんです。今日はこっちにしようかな。もう多分しっかり止まってくれて超優秀なので嬉しい。あと見て、このかぼちゃの取れるんですよ。なのでちょっとこれも連れていきます。今イロハス1リット読めないよね、わかる。
そう、かぼちゃティー、ちょっといるはず。水出し。あ、でも甘い香りがするな、なんか。どうでしょう、こんな感じにしてみて。水出し。なんかかぼちゃって甘いもんね。なんかスキンケア類とかさ、ほんと私あっちにない、全部持ってきたからさ、化粧水とかはすごいかっこいい感じ。ちょっと前髪乾かそうか、洗って。なんか全部クレンジングと洗顔はあるか、メイク落としぐらいだよね必要な。困るね。前髪が整えばいつも顔出しできるイメージ。なんかそれだったらほとんど必要ないかもね。多分メイク、マスカラリムーバーぐらいかも。私がこっから持っていかないといけないの、お泊まりのために。なんかもう家に帰るって便利だね。ちょっと茶色い、黄色い、もう着替えいらないね、楽だね。クレンジングもあるし、アイメイクリムーバーはあるし、
じゃあマスカラリムーバーだけで。ちょっと嬉しい、嬉しいです。おはよう。あ、やばい、ブス。まあ、こんな感じですかね。ちょっとほんのちょっと顔出し系、ほんのちょい可愛いって言ってく、優しい。え、待って、自宅の鍵忘れないように。天才？あんた天才か？もうポケットに入れといた。マジ怖い。清掃お願いのシールを貼っていきたいよね。うわ、シルバーダルマ1位、マジで感謝。こんな感じに髪の毛わかる、まとめた。清掃お願い。あの、ここに来て全然清掃できて、お願いできてないので。そうそう、あれシールだよ。マジで感謝。平成で、もうシルダルめっちゃ感謝です。たくさんありがとう。じゃあちょっと飲んでみようかな。あと22分、一旦飲んでみましょう。いざ。味は普通、至って普通です。飲めます、これは。いいね。なんか冷蔵庫で保存しとこうかな。そう、1リットルだけだから、ラッパ飲み。冷蔵庫にとりあえず入れておきました。じゃあちょっとこの清掃員の人がゴミとあれが分かるように、ちょっと今から片付けていきます。すいません、こんな見た目で。口をつけるとさっき、え、もうこんなんすぐ飲んじゃうからさ。私水が好きなので、なんか自分思ったよりも水が好きでびっくりしてるんですよ毎回。よし、ここの中にちょっとここら辺にあるゴミをまず入れて、で朝ごはん何にしよっかな。まだ全然お腹は空いていないので、これ全顔写したらどういける私、顔出しいける顔してる私。まあいいよね、もうみんな、もうなんか私のどんな姿もなんか可愛いって言ってくれて優しいもんね。いい、大丈夫、寝起きだけど。でもありがとう、ありがとう、コマさん可愛い、ありがとう。大丈夫、私も結構そういうとこ心配しちゃうタイプ。
通にスマホいじってた。この髪の毛のおかげで。あとヘアミルクかな、これもうほとんどなくって逆さまにして開けて使ってます。ヘアミルクは確か全部持ってきたんよ。でこれがラストだからもう使い切ろうと思って、やっと二人も、うわいい匂い。テスターでもらったやつをずーっと匂ってるのは私です。化粧水系とかはさ机に置いててもいいよね。なんかホテルの清掃員さんって捨てちゃうかな、こういうの。捨てないよね。ちゃんと分かってくれるよね。でも怖いからちょっと入れとこうか。いやいいよね。あ、ここにまとめて入れて蓋しとけば大丈夫か。私も前髪が長くってすごいよね。もうめっちゃもうたくさんありすぎて困っちゃうよ。あ、今日は半袖にしました。カタロカの服着たかったけど、それでちょっともう通れたらね、心配なの。ゴミはとりあえず捨てておきました。これね、もうペットボトルめっちゃ飲んでるから私飲みすぎです。なんか普通です、バスタオル。ゴミがね、含まれてもノーチェックです。白だろ、ありがとう。
必要あと。お財布入れてなかった。だってみんなのことを見れてのありがとうございます。あ、ミラーボも白だるもファイトとかもありがとうね。めっちゃ嬉しい。ちなみに工藤莉子のこれからのエコ、今からエコを話す、いやちゃんと片付けろよって話なんだけど、エコと、ま、これからまあ今日の終わったら広島に帰って、え、めっちゃ黄色で、私はこの期間着る服決めてるから、これは明日もあの今日の夜洗って、明日の朝も明日のも着る。全然エコじゃないけど、通り子のエコ術。エコじゃなかったね。エコじゃなかったよ。悲しんでる。いないとさ、へい、いるよ。ちょっと待って、もうこんな時間？コーンクリーム非常食。よし、いけた。とりあえずもう今回の不安要素は、
もう肌身離さず、まずここにめっちゃ貴重品、これ言ったらやばいんかな、いやいいよ、財布と鍵とイヤホンとサングラスが入ってるから、これめっちゃ貴重品、これはなくしたら困るってやつね。のダンスもう一回確認したりして、あ、なんかやることがさ、いっぱいやりすぎるとさ、すごいさ、それだけでなんか頭いっぱいいっぱいになっちゃう系女子なんですけど、そう、心配性女子なんですけど、これでいける。あとは朝ごはん調達してできました、できたよ。スマホもここにいつも入れております。よっしゃ、みんなありがとうね、ありがとう、たくさんギフト、一番盛り上がる、盛り上げてくれてありがとう。めっちゃ前髪ナチュラル、なんか顔隠しみたいな顔し、髪型マッシュ、ありがとう。もうミラボもお子さんありがとう、すごい汁だれとかありがとうございます。皆さん連れて帰ります、秋服だから着れないから。よし、それないい色になってきたぜ。かぼちゃと小豆だからめっちゃむくみが取れるんだって、このティー。ありがとう。現在だるま、汁だるま1位ありがとうございます。じゃあこれだけしていきます。からのここでまとめたい。あ、いいのでは。ちょっとこれ見てください。これすごくない？万能です。よしよし。ウエストとか特にないかな。大丈夫だと思われる。よし、じゃあ終わります。あー、ブーブーしてる。ありがとうね、みんな見守ってくれて。可愛くいきます。じゃあ頑張る、メールも送るので待っててね。じゃあまたね。39位から瀬戸香ちゃん、ひひさん、しらすさん、パウくん、たかゆきさん、えびさん、まましゃさん、みきやくん、渡辺さん、りかこさん、サム、トラッキーさん、さとともさん、ミスチャさん、かぜさん、かぜさん、エックスかぜさん、まるともちゃん、佐藤のんすけ、パクチンさん、ぼやっきーさん、スノー、わいささん、おいす、まる、アーさん、サム、クジラトさん、ケンちゃん、そして本日の木本先生役はトトラー先生です。ありがとうございます。浦部さん、福ちゃんち、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位コンコンでした。コンコンありがとう。第2位コバさんでした。コバさんありがとう。そして第1位ウッポさんでした。ウッポさんありがとう。そしてみんなでした。みんなも見てくれてありがとう、見守ってくれて感謝です。マジ何曲もあるんですけど頑張ります。マウループ成功させる、アットジェムも成功させる、よしできる、頑張ります。